皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと目薬入れますね。はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。よいしょ。皆様今日も一日お疲れ様でした。イエーイ。さあ、まあ今日はね、まあ40分、夜は40分ぐらいではあるんですけどね、配信するよ。何の話をいたしますか。そう、今日はね、おやつにビスコとあのピューロランドのワッフルクッキーを食べたんですよ。そうで、ピューロランドのワッフルクッキーはね、あの差し入れでいただいたものなんですけど、そう、私あんまりピューロに行って、あのサンリオピューロランドね、ピューロに行ってお菓子を買ったことがないんですよ。っていうか買ったことがないのよ。その頻繁に行くことがあったから、その時とか特にあのお土産で誰にも渡す人がいないから、特にな、家族に買うわけでもないからさ、で、まあ、自分で食べるわけでもないから全然買わなくて、で、まあその差し入れでワッフルクッキーいただいて食べたんだけど、今日めっちゃ美味しかったの。そう、このワッフルクッキーめっちゃ美味しいなって思って、そう、なんかね、もしサンリオピューロランド行く機会あったらワッフルクッキーとかいかがでしょうか。私はね、ちょっとプレッツェルが気になるんだけど。そう、もうピューロランドのお土産を買うことがないですね。人に対して、まあ、グッズはいっぱいあるんだけど人に対して買うことがない。そう、だからやっぱそのサンリオさんのイベントに呼んでいただいた時とかに、だいたい差し入れでお菓子とかあるんですけど、なんかそこでいただくことしかなかった。まあ、やっぱりね、お菓子って結構配る用が多いじゃないですか。で、私あんまりお菓子食べないから、言うて、あの今はね、ちょっと差し入れいただきすぎて、ちょっとなんか結構お菓子食べることが多いんだけど、そうそう、
ね、そうだからね、お菓子系のピューロランドのお菓子ほんと買わないなって思って、でもなんか改めて誰か人にお土産であげるっていうこともなんかあれだなって思って、そうメンバー以外に会うことほとんどないからさ、メンバーにあげてもそうどうなんだろうみたいな感じだしね。そうかき氷食べない、全然食べない。私もうね、本当にピューロランドでお菓子買ったことない、マジでない、ないです本当に、うん、ないね。そうお菓子コーナーも見るっちゃ見るけどね、買ったことない。あでもピューロランド行ってきたよクッキーとかも美味しいけどね、それも差し入れでいただいたものなんですけど、確か行ってきたよクッキーだったよね、あのキャラクターがプリントされてるの、確かそうだったと思うんだけど、とかあとなんだっけアーモンドクッキーだったかな、もう差し入れでいただいたり、ちょっとちっちゃいスポンジケーキみたいなのも差し入れでいただいたりとかしました。なんかたまには確かに買ってみるのもありだな、まあ、自分じゃ食べんけどねあんまりは。そう そうね、もうね自分へのお土産なんてね、本当にもうピューロランドで買うグッズとピューロランドで食べるご飯本当それになるね。そうでも今日はちょっと久しぶりにお菓子を食べてね、幸せでした、うん、ごめんね、あくびん。なんかあくびしてる間に前髪変になっちゃった、ちょっと待って、さて、まあ夜は何話そう、みんなさっきもこれ言っちゃったけどね、何か聞きたいこととかあるかしらね。
チョコチップクッキー大好き。チョコチップが入ってるお菓子っていいよね。私チョコチップマフィンだったかなも好きだし、でもチョコチップクッキー大好きですね。まあ、クッキーがまず好きなんだけどね。そうそう、洋菓子やっぱ美味しいよね。そう、和菓子も大好きですけど洋菓子も大好き。ですね。チョコチップアイスも好き。あー、チョコチップアイスはあんま食べたことないな。チョコチップアイスとは違うけど、あのクッキー&クリームちょっとねハマり出しそうハマり出しそうです。私はねよくあのチョコチップマフィンだったかな、まあカップケーキかなあれ、なんか一袋4個入りぐらいのものがめっちゃ好き。いやでもあれはチョコチップマフィンだな。それめっちゃ好きだったんだよね。そう、納豆のレシピのバリエーションはないですね。私はもう納豆は付属のタレをつけて食べるのが一番好きです。そう、なんか今日前髪変だな。なんで？なんか見眺めれば眺めるほどなんか違和感を感じる。まあいっかまあいっかで済まされる。あアイスクリームね、結構さあのコーン、まあ、カップとコーン選べるじゃないですか。私は大体コーンを選ぶんだけど、みんなカップにする人もいるのかな。私は断然コーンですね。そうコーンも好きだから、やっぱアイスと一緒に食べると美味しいし。そう私はね、アイスは小さい頃からヨーロピアンシュガーコーンしか食べなかった。まあそうなんですよ、おじいちゃん家に結構ヨーロピアンシュガーコーンが多くって入ってることが、それをよく食べてて美味しいな美味しいなって思いながら食べてた。そう私のアイスの食べ、そのヨーロピアンシュガーコーンのアイスの食べ方としては、あのヨーロピアンシュガーコーンって上の方にチョコ、なんかちょっとチョコの塊みたいなのがついてるんですけど、まずその部分を食べるんですよ。あの上からガブリじゃなくて、まずチョコの部分をこうやって回して全部一通り食べてから、あのワッフルコーンの部分一部分を食べてからアイスを食べて、でアイスがあのワッフルコーンと水平になったらワッフルコーンを食べて、あのアイスだけ、あのワッフルコーンの上にこうやってアイスが出てる状態にしてから食べる。でワッフルまた平らになったらワッフルコーン食べてアイスが出た状態にするっていうのを繰り返して食べてたんだけどさ、みんなさなんかヨーロピアンシュガーコーンのなんか食べ方ある私はもうずっと小さい頃からそうやって食べてた。そう、まず上のチョコの部分だけ食べてた最初に。基本的にアイスはマジでワッフル、あのヨーロピアンシュガーコーンしか食べんかったね。そう、そうか、スプーン使う人とかもいるのかな。私はスプーンで使わなかった。そう、
あー微妙に。あ、そういえば今アイスクリームの話したんだけど、今日のマグカップはザ・クロミアイスクリームです。クロミがアイスクリームになってるの可愛いでしょ。そう、ヨーロピアンシュガーコーンはね、アイスの中で一番食べてきたって言ってもいいぐらい、まあ、そんなに私アイス食べないんですけど、そう、アイスの中でも一番食べてきたのはヨーロピアンシュガーコーンです。そう、他に皆さんこんな話聞きたいとかある？食べ物だけじゃなくていいんだよ。そう、食べ物の話はね、いつでもできるからね。そう、そんなに種類あんの？私も知らない。ちょっと調べてみていい？ちょっとそれ調べてる間に、もし食べ物以外で聞きたいことあったらみんな待ってるよ。私もうノーマルしか見たことないんだよな。あー、なんかヨーロピアンワッフルサンドは見たことある。え、チロルチョコとのコラボ？何それ。へえ、何、あ、いろいろあるんだね。はえー、その普通、私がよく食べてたのはヨーロピアンシュガーコーンのバニラで、ヨーロピアンワッフルサンドがあるのは知ってた。でヨーロピアンシュガーコーンショコラは知らなかった。ヨーロピアンシュガーコーンストロベリーも知らなかった。でヨーロピアンシュガーコーンコーヒーヌガっていうのがチロルチョコとのコラボらしい。へえ。ワッフルサンドはね、なんか見たことはあったんだよね。食べたことはないんだけど、うわー、なんか食べたくなっちゃうな。アイスモナカとかね、いいよね。エアコンはまあ今除湿26度にしてる。でも今は切ってるよ、扇風機で今空いてるからさ。夜寝るときはつけるけどね。そう、へえ、いちごあるんだ。ちょっと気になるな。でもショコラも気になるな。こんばんは。ちなみにね、答えるとは言っても答えられないものには答えません。はい、あの、まあ、逆にね、除湿つけててちょっとずっとつけてたら寒いんですよ。そうだから寒いなって思ったら切って扇風機つけてる。そう、まあんまりなんかつけたり消したりする方が電気代高いみたいによく言うけどね、ちょっと寒いのは嫌だなって思って。除湿26度ってまあまあ高いと思うんですよ。だからちょっとね、これ以上上げるのもなみたいな。そうそう、
あ、そうですね、あの昨日発表されたんですけども、8月12日にトキエンターテインメントという、あの私が所属してるその株式会社 R アップと同じ系列の事務所があるんですけども、そこのイベント、そこのタレントさんが出演され、タレントさんだけが出演だけなのかな、多分タレントさんが主に出演あのされるトキエンターテインメントのイベント、トキイベが8月12日にあの DDD でいいのかな、どっちなんだろうねこれ、結局 DDD 青山クロスシアターであります。トキエンターテインメントスーパーイベントサンクス&エボリューションというもの、8月12日に開催されるんですけども、こちらに出演させていただきます。はい、事務所のイベントでございます。皆様よかったらあの8月12日は開けておいてくれるととっても嬉しいです。ルンバニアファミリーは、ちなみにルンバニアファミリーは全部ひらがなです。ルンバニアファミリーは7月の末、あれ何日だかな、ちょっと待って一回見るわ。7月何日、30日だったかな、自分のツイートが見れないってどういうこと、ここから先に進まないんだけど、なんだよね。31日の19時からルンバニアファミリーがスタート、まあスタートとは書いてあるけどね、そうだからまだです、まだ始まってません。むせた、ごめんなさい。あとは質問とかあったらぜひコメントで教えて。
じゃあ、やべ、あれを歌っちゃうとこだった。エレクトリカルパレードの曲。私ね、暇、なんか口寂しくなったらエレクトリカルパレード歌っちゃうんですよ。でもエレクトリカルパレードだったよね、あのディズニーランドのパレード曲。まあでも私エレクトリカルパレード見たこともないし、ディズニーも行ったことないんですけどね、なんでか知らんけど歌っちゃうんだよね。でも多分ショールームで歌ったらダメなんだろうな、多分アウトだと思うから歌えない。誰かがワンフレーズはセーフって言ってたような、いや本当はダメなんだと思うよ本当はダメだと思うけどね、だから歌いません。カレンちゃんはねちょっと歌ってるちょっとだけ、本当にちょっとだけ歌うってことあったけどねそれ大丈夫なんかみたいな時あったけど、なんかショールームのなんか配信だったかな、カレンちゃんが USA 歌ってて、ダパンプさんの。でも私本当に知らなくて、その曲を最初聞いた時、それ何の曲みたいな、そんな曲あるんだみたいな、っていうのをなんかショールームで配信したのを覚えてる。そう。数日前にラジオ体操の曲を口ずさんでてバンされた面を折った。あ、じゃあダメだね、もうエレクトリカルパレードはアウトです。なんでラジオ体操ダメなの？ラジオ体操がダメなんじゃない。AKB48 グループ以外の曲を歌うのがダメなんです。はい。そう。ラジオ体操がダメなんじゃないんですよ。AKB48 グループ以外の曲を歌うのがアウトなんです。そう。まあ46系はまだ大丈夫なんだよね、確か。うん、私がカラオケした時は大丈夫だ。
まあね、いろいろね制限はありますけども、私はその制限に触れないように頑張ってます。まああんま触れることないけど、はい。そうか、イコラブ系も大丈夫なんだね。イコラブって言っちゃった。イコラブさん。じゃちょっと一瞬ちょっと待ってくださいね。ただいま。雷のことは愛媛ではなんて今雷って言いますね。私は雷っていう。ちょっと他の人は分からんけど、うん。あー、雷様っていうとこあるんや、すごっ。まあ、雷の、まあ、雷、まあ、雷神様みたいだね。まあでもそれはどうなんだろうそっか、雷にも方言があるんやね。愛媛というか高岡家は雷は雷って呼んでましたね。なんか特に天候に関する方言とか知らないんですよね。そう、稲光とも言う。稲光でいいよね。まあ稲光は聞くけど使わんね。そう、稲光ってでも方言じゃなくない？え、どうなんだろう。なんかどうなんでしょうね。稲光って呼んでたけどなんか違うような気がしてきた合ってんのかな。
また前髪が気になり始める。ねえ、方言はね、まあいろいろありますよね。こんばんは。本当にね、今日またこの話かいって思うかもしれないけど、本当今日暑かったみたいで、もう私は極力外に出ないようにしました。はい、これは無理かもなって思いながら極力外に出ないようにして、そうマジ溶けちゃうから。まあ、あと結構雨もねすごいところいっぱいだから、ほんとみんな気をつけてください。そう、でもさ、梅雨明けってしたんかな、どうなんやろ、まだかな、さすがに早い。でも結構もうなんか暑いみたいな感じじゃない、もうそろそろ梅雨明けしそうじゃないって私は個人的に思った。なんか早かったね、ちょっと前まで、ああ梅雨入りかって思ってたけど、なんかもう梅雨明け間もなくじゃないって感じました。本当にでもまだなんだよねきっと。でもまあもうじきなんだろうなとも思いました、個人的な意見ですけど。はい、北海道はなんで梅雨がないの、なんか北海道は雨少ないみたいなのをね、私なんかで読んだ。そう、なんか降水量があんまり日本全国の中でも少ないみたいなのをなんかチャレンジみたいなので読んだことあるんですよ。でもちょっと分かんないからそれは調べてみてください。はい、それじゃあまあ今日はねここら辺で終わりにしたいと思いますので、じゃあランキングを読んでいきます。13位エイトウッドさん、12位モノサルさん、11位カリネコでも好きだよさん、10位オクタゴンさん、9位ロミツさん、8位キャパさん、7位マモさん、6位夏目さん、5位アーティーさん、4位カラスのカーコさん、3位 TKHKG さん、2位タマクニさん、1位ガヤちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。